LMS2 から6から4 t 蒸気機関車は、イギリスのロンドンミッドランドスコティッシュ鉄道が導入した蒸気機関車の一形式である。ウィリアム・スタニアが設計した車輪配置2から6から4のタンク式蒸気機関車で、1935年から1943年までに206両が製造された。LMS2 から6から4 t 蒸気機関車がベースになった。 LMS は2425から2494、次に2537から2672の番号を付け、イギリス国鉄は番号に4万を加算して42425から42494、および42537から42672とした。LMS はそれらを出力区分 4P に、 イギリス国鉄は 4MT にそれぞれ分類した。本形式は LMS2 から6から 4T 以上機,機関車の基礎となった。1960年から廃車が始まり、1967年にすべて廃車された。本形式は現存しないが、LMS2 から6から 4T 以上機,機関車の2500は、イギリス国立鉄道博物館に保存されており、類似の形式である、 LMS2 から6から 4T 上機機関車も2両が保存されている。詳細は、イルクバレージャンクション鉄道事故、参照1953年8月15日、旅客列車を牽引した機関車、ナンバー42474は、ランカシャー州マンチェスターのアークバレージャンクションで、信号をオーバーランし、電車と衝突した。ジャンクションは、高架橋にあり、 電車の一両がイルク側に40フィート落下した。10人が死亡し、58人が負傷した。ありがとうございます。